愛信や伝送などトヨタグループの主な部品メーカー7社の去年4月から12月までの連結決算は円安が輸出の追い風となり前の年の同じ時期に比べていずれも増収となりました一方、純利益は車両生産の回復などがあったものの原材料費や輸送費の高騰が響き4社が増益、3社が減益と分かれました。 また、通期の業績予想は半導体不足や為替変動の影響など不透明な経営状況を受け連想や愛信など4社が下方修正しました。